2年連続最下位に終わった中日ドラゴンズが本気の補強に取り組んでいます。昨年オフから大型トレードを連発、そしてオフも大型選手も多数獲得しておりまして、補強に大成功しています。まずはシーズン中からドラフトでの補強から振り返っていきますと、昨年は最下位に終わったということで、そこから大きく補強に動くようになっていきました。まずはキャッチャーの頭数を増やすために無償トレードでロッテから加藤選手を獲得、そして阿部選手を放出して楽天から涌井投手を獲得、京田選手を放出して DeNA から砂田投手を獲得と、ここでの動きっていうのがものすごく話題になりましたね。阿部選手と京田選手、二遊間のレギュラー格の選手放出していいのかということで話題になったんですけれども、ここから大きく動くようになっていきます。山本投手と郡司選手を放出して、日本ハムから斉藤投手と宇佐美選手を獲得しました。この二人の選手は中日の軸として今シーズン頑張ってくれました。そしてダイソーで起用されていた高松選手を放出して、西武ライオンズから川越選手を獲得するなど、シーズンオフからシーズン中にかけてかなりのトレードを行いました。加えてシーズン中の新外国人選手としてメヒア投手であったりフェリス投手も獲得して、いきなり一軍でしっかり活躍してくれるというような結果も残してくれましたし、全体的に大きな補強に動いています。さらにはドラフトではローテーションの一角を期待できるような草加投手を獲得しています。ストレートのスピードっていうのも150キロ超えるというところだけでなく、やっぱり抜群のコントロールっていうところが売りで、1年目からある程度の計算ができるようなピッチャーです。そして二遊間固めきれなかったというような課題がありましたけれども、そこの強化に向けてドラフト2位で津田選手、そしてドラフト3位で辻本選手と即戦力型の二遊間の選手をまた2人獲得しています。立浪監督はドラフト前から、うちはもうドラフトも補強というふうに語っておりまして、高校生の選手っていうのは、ドラフト4位の福田選手のみで、もうあとはガンガン即戦力の選手を獲得したというようなドラフトになっておりまして、間違いなく今年のドラフトで獲得された選手が来シーズンいきなり1年目から起用されるということになっていきそうです。では続いてさらに経験豊富な4選手も獲得したということで見ていきましょう。他球団から戦力外通告を受けた4人の実力派の選手も一気に獲得しています。今シーズンは代打成功率が12球団でも相当悪い数値で、なかなか勝負どころでの場面での代打の切り札っていうのがいない状態。序盤は溝脇選手なんかが結構起用されて、後藤俊太選手が中盤から後半にかけて起用されましたけれども、やっぱり代打としてはちょっと物足りないという印象があります。そこの対策として元巨人の中島選手を獲得しています。中日の選手は高橋周平選手とかブライト健太選手とか、あとは後藤俊太選手もそうですけれども、代打での起用かなり難しかったというふうに語っていまして、やっぱり経験豊富で得点圏打率も高い中島選手、このあたりの獲得っていうのはものすごく大きなプラスになる可能性が高いです。やっぱりスタメンから外れた選手を代打で起用するということではなく、代打で結果を残してくれそうな選手を一人ベンチに置いておくっていうのは、すごく重要な補強になってくると思います。そして若手の二遊間の選手が、レギュラーを取り切ることができずに、やっぱりユーク選手とか村松選手、福永選手、ミスも目立つ中で、阪神の山本選手を獲得しています。二遊間の選手では、山本選手がもう最年長というような年齢になってきまして、バックアップとしてもそうですし、二遊間の若手の選手が、誰もなかなか結果が残せないということになると、レギュラー格としても起用できるということで、かなり貴重な戦力となっていきそうです。さらに左打ちの外野手が不足しているという中、そしてレフトの対抗馬も欲しいという中で上林選手を獲得しています。上林選手は戦力外通告を受けてからもう抜本的な打撃改革というところに取り組んでいて、キャンプでは皆さんを驚かせるような活躍を見せますと、そういった新しい姿を見せますというような話もしておりまして、代打としても可能性がありますし、レフトのレギュラー候補の一人にもなってきます。そしてまずは二軍要員ということになる選手ではあるんですけれども、ユーティリティ性の高い板山選手も育成で獲得しているということで、戦力外通告を受けた選手の補強としては、かなりいいものがあったのかなというふうに思います。では続いてオフの野手補強がかなりすごいということで、こちらも見ていきましょう。ファーストが今シーズン大きな課題となった中日ですけれども、中田翔選手を獲得しました。今シーズンはビシエド選手が衰えもあってかかなり失速しましたし、宇佐美選手がファーストに入るということも多かったです。宇佐美選手はサヨナラヒットが結構出たりとか、打力は光るものがあるんですけれども、やっぱりファーストには長距離砲の選手を入れたいというのは間違いないと思います。ファーストの打撃指標で見てみますと、セリーグワーストの数値となってしまっていて、得点力が12球団最下位という中日にとっては、やっぱりファーストとかレフトとか、こうした長距離砲を置けるようなポジションに、しっかりと長打が打てる選手を置くというのが、すごく重要になってきます。なので中田選手がファーストに入るっていうのは、ものすごく大きな補強になります。
2022年は読売ジャイアンツで109試合に出場して2割6分9厘のホームランが24本、72打点、 OPS833、 そして2023年は92試合の出場で2割5分5厘ホームランが15本、37打点、 OPS が769という数字になっています。1年間レギュラーで出場できるということになれば、バンテリンドームがホームであったとしても打率で言えば2割中盤ぐらい、そしてホームランで言えば15本ぐらい、打点で言えば60打点以上、これぐらいは十分期待できる選手なんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱり若い選手の起用がかなり多い中、中軸の選手っていうのも細川選手とか石川選手とか、こうした若い選手がかなり多いんですけれども、ここにしっかりとベテランの選手が入るっていうのはものすごく大きなことだと思います。中日は得点力不足というところかなり大きな課題になっていますけれども、ここぞという場面でしっかりと1本ヒットが出る、打点が1つ上がる、こういったところがすごく重要だと立浪監督も何度もおっしゃっていますけれども、そういったところの役割としてやっぱり経験豊富な中田選手に期待したいですね。ようやく全体的に若手ばっかりというところから若手と中堅ベテラン、こういったバランスが少しずつ噛み合ってきたのかなという印象があります。では続いてさらに4番候補をもう1人獲得しているということで見ていきましょう。中田翔選手に加えてレフトのレギュラー候補としてディッカーソン選手を獲得しています。188センチ102キロ、左投げ左打ちの外野手で中長距離砲というような感じでホームランも期待できる選手、来シーズンが34歳を迎えます。メジャーリーグで通算40本のホームラン、そして2桁ホームランを3回記録している選手です。通算成績かなり良くて、339試合の出場で2割5分5厘ホームランが40本、132打点、出塁率3割2分5厘、OPS785 という成績が残っています。そして2021年が最も多く試合出場したシーズンで、111試合で2割3分3厘、ホームランが13本、38打点、出塁率3割4厘、OPS725 という数値になっています。この数値からもわかる通り、出塁能力というのがものすごく高くて、打率と出塁率の乖離がかなり大きいと。加えて三振率っていうのもメジャーリーグでも通算 20% ほどと高い数値ではないので、アキーノ選手のような、なかなかバットに当たらないとか、こういったところは少し考えにくい選手なのかなと思いますね。メジャーリーグでのこれだけの数値っていうのを見ますと、2割中盤、2桁ホームラン、そして OPS0.7 後半ぐらいは期待できる選手かなと思いますね。今シーズンは中日で細川選手のみ OPS0.7 を超えて、他の選手誰も超えられなかったということで、OPS0.7 超えてくれるだけでも相当な補強になってくるという状態でございます。今シーズンに関しては主にアメリカの独立リーグでプレーしていましたけれども、独立リーグレベルではありますけれども、そこではしっかりといい成績を残しているというシーズンになっています。守備であったり走塁面にはちょっと不安が残る選手ではありますけれども、やっぱり打撃仕様がかなり低かったレフトというポジションも長打が期待できる選手が入ってくるということになれば、ファーストレフト長打が期待できるということですね。得点力大きく上がる可能性がありますし、 A クラス入りも狙えると思います。以上です。